私もちゃんと納得したものを送りたくて、ごめんね、なかなか決められなかった。ううん、気にしないでいいよ。時間かけて納得できるもの一緒に探そう。あ、ありがとう、さあやちゃん。やっぱりさあやちゃんに付き合ってもらって正解だったな。誕生日まであと1週間だっけ。時間はまだまだあるし、じっくり探そうよ。本当に1週間ずっと付き合ってもらっちゃうかも。大丈夫、全然平気。リミリンは本当にユリ先輩のこと好きなんだね。その好きっていうか、なんていうか、けどすごいわかるよ。あんなにかっこいいお姉さんがいたら私だって大好きになっちゃうもん。なんて言ったってユリ先輩はあのグリッターグリーンのギターボーカルだもんね。私もあんな風にかっこいいお姉さんになれたら、多分弟とか妹にも自慢してもらえるんだけどね。そんなさやちゃんもすごくかっこいいし、さなちゃんもじゅんくんもきっと自慢に。あ、そうだねえ、さやちゃん、さやちゃんだったらさなちゃんから何をもらったら嬉しい？じゅんくんでもいいけど、弟とか妹からもらって嬉しいプレゼントって何かな？それはちょっと想像できないかも。二人ともまだ小さいし、あの二人がくれそうなプレゼントって言ったら、多分私の似顔絵とか何でもしてあげるけんとか、そういうのだと思うよ。そっか、そうだよね。だけど私は気持ちがこもってたら何でも嬉しいかな。多分大事なのは気持ちか。確かにそれはそうなんだよね。お、電話だ。ごめんね、さあやちゃん、ちょっと待ってて。ナナちゃんって生徒会長の？どうしたんだろう。え？分かった。ちょっとみんなと相談してみるね。うん、じゃあね。何かあったの？なんかね、グリグリがお姉ちゃんの誕生日にバースデーライブをやることになったんだって。ウアニメ先輩ってグリグリのキーボード担当だったね。それで？もしよかったらポピパもライブのゲストで出ないか？だって。え？ライブのゲスト？私たちが？なんかね、ライブっていうかクラスメートとか家族とかを集めたアットホームな感じのパーティーらしくて、それでせっかくだからポピパもどうって。けど家族とかクラスメートを集めるだけって言っても結構な人数になるよね。多分。ああ、大舞台だ。ナナちゃんには一応みんなに相談するって言っておいたけど。そのパーティーっていつなの？お姉ちゃんの誕生日だからちょうど1週間後。その日の朝までには返事が欲しいって。もしその誕生日パーティーに出ることになったら、あのグリグリと一緒のステージに立てるってことだね。緊張しちゃうね。うまくできるか自信ないよ。ふう、やっぱり無理って言おうかな。リミリン、そんなに早く決めることないよ。
お姉さんの誕生日パーティー、すごい大事なことじゃん。リミリンが誕生日プレゼントをどうしようか悩んでるみたいに、もっと時間かけて悩もうよ。言ったでしょ、付き合うよって。そうよちゃん、ありがとう。とりあえず明日みんなに相談してみよう。答えを出すのはそれからだって遅くないよ。うん、そうだね。